お世話になっております、マサルです。今回はクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずクロスサイトスクリプティングについて概要をお話しします。その後クロスサイトスクリプティングへの対策についてお話しします。それでは始めていきましょう。クロスサイトスクリプティングについてお話をする前に、おすすめツールを紹介させてください。 IPA は UpGoat という脆弱性体験学習ツールを公開しています。このツールではいろんな攻撃について詳しく説明されているので、ぜひ皆さんも見てみてください。今回の動画は UpGoat の補助資料を使いながら説明していきます。ではクロスサイトスクリプティングについてお話をしていきます。クロスサイトスクリプティングは脆弱性のあるウェブサイトを使ってユーザーのウェブブラウザで悪意のあるスクリプトを実行させる攻撃です。掲示板サイトやアンケートサイトなどが罠リンクを仕掛ける踏み台として利用されやすい傾向があります。具体的には攻撃者が掲示板サイトに罠リンクを仕掛けたり、罠リンクを含むメールをターゲットに送信することで脆弱性のあるウェブサイトへ誘導します。罠リンクの中には不正なスクリプトが含まれており、罠リンクをクリックするとターゲットは脆弱性のあるウェブサイトに移動すると同時に不正なスクリプトを実行してしまいます。その結果ターゲットには偽の情報が表示されたり、スクリプトによってはターゲットのクッキーの情報が流出してしまう可能性があります。クロスサイトスクリプティングの被害が発生した場合、脆弱なウェブサイトを放置している管理者の責任が問われる場合があります。ではどうして不正なスクリプトが実行されてしまうのでしょうか。その理由を理解するためには少しだけ HTML の基礎知識が必要です。 HTML とはタグで囲まれた文字列を命令として取り扱い、ブラウザで表示する言語のことを言います。もしスクリプトタグでアラートという命令を書くと、このようにウェブブラウザでアラートメッセージとしてポップアップで文字を表示することができます。攻撃者は罠リンクの中に悪意のあるスクリプトを仕込むことで攻撃を行います。次にクロスサイトスクリプティングの対策についてお話しします。クロスサイトスクリプティングの対策としては、ウェブサーバー側で意図しないスクリプトを実行されないようにエスケープ処理を行うことが対策になります。エスケープ処理とは HTML で特別な意味を持つ記号を特別な意味を持たないように変換することです。先ほどスクリプトタグで囲むとスクリプトを実行するとお伝えしましたが、スクリプトタグとして認識されないように特別な意味を持つ記号文字を他の文字に置換します。このような処理を行うことで意図しないスクリプトをウェブサーバー内で実行されないようにすることができます。クロスサイトスクリプティング対策はエスケープ処理ということを覚えておきましょう。それでは今回はクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はクロスサイトスクリプティングについて一緒に勉強しました。クロスサイトスクリプティングにはいくつかの型があります。今回は反射型で説明しました。反射型の場合は掲示板サイトなどに罠リンクを作って、そこから脆弱性のあるサイトに誘導するやり方です。この場合は名前の通りクロスサイト、サイトが遷移してますね。ただクロスサイトスクリプティングには格納型と言われる攻撃方法もあります。こちらは直接脆弱性のあるサイトに悪意のあるスクリプトを仕込む方法です。この場合はクロスサイトしていませんよね。だけどクロスサイトスクリプティングの一つの型として紹介されています。名前と実態が一致していないのでちょっと混乱しますよね。この場合は何か別の名前を付けたくなりますよね。クロスサイトスクリプティングではなくて、例えばトラップスクリプティング攻撃とかはどうでしょうか。もし皆さんも良さそうな名前があればコメント欄で教えてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。